はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、新日本プロレスニュージャパンロード 9.6 見どころ振り返りスペシャル、イエイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、先ほど終わりました新日本プロレス、ニュージャパンロード 9.6 の、振り返り解説スペシャルという形になりますので、最後まで皆さんお付き合いくださいという形です。はい、まあ私ワールドで観戦させていただいたんですけども、まあ幕張大会2連戦っていうところでですね、本当に1試合1試合クオリティが高く、かつ10年タッグリーグ、2試合とも本当にいい試合でしたよね。とだからね、ほんまに今回思ったのが、まあ外国人勢、とかも含めて、今なかなかこちらに来れませんっていう、まあ、選手層っていうのが昨年までと人数がやっぱり減りますよね、必然的にっていった中で、本当に日本人、まあ日本で活躍をしている選手だけがいる中で、チームを組んでいかなきゃいけないっていうところで、やっぱり必然的に少数制になっていかなきゃいけないっていうところだと思うんですけど、少数制って言って本当に4チームとも素晴らしいですよね。本当に今日の、また後で詳しく話しますけど、セミファイナルのバレクラ対鈴木軍の対戦なんて、本当に悪対悪っていう形で、悪い奴らの戦いみたいな形で形容されてましたけど、本当にね、悪いは悪いんですけど、本当にテクニシャンで、もうライガーさんもおっしゃってましたけど、勉強になりますっていう、その一言に尽きるなっていうものを見せてくれましたね。だから本当にある意味、まあ、来年以降とかで、ある程度ね、今このコロナの環境下が落ち着いてきましたら、必然的にね、外国からも来られる選手が増えの、そして他団体とかフリーの選手も増えのっていうことが、絶対的にね、まあ、元通りになってくると思うんですけれども、ある意味こういう、本当に精鋭だけで募った数少ない人数での戦いっていうところも、本当に見応えがあって、僕は面白いなっていうふうに、感じてます。2戦目にしてってところですね。はい、というわけで、まあ詳しくは後で申し上げていきます。今日振り返っていきたい、まず一つ目の試合が、2試合目ですね。これまたケイオス同士のネバーシックスメンタッグの前哨戦っていうところ、こちらに関していくと、もう見どころとして、やっぱり石井選手対翔選手のバチバチ、エキサイトした石井選手と翔選手が番外戦、まあ、最後試合終わった後もバチバチやり合ったりとかしてたんで、なんかそういうシーンとか見ててね、本当に翔選手やっぱりシングルプレイヤーとしてもう止まってないなっていうところ、本当に目につくもの全てが敵なんだっていうようなことをね、翔選手はバックステージのコメントでもおっしゃってましたけれども、やっぱその気持ちが絶対常にあれば、たとえ不器用だとしても絶対伝わりますよ、相手には。相手にも伝わるし、見てる僕たちにも伝わると思うんで、今はそれでいいと思います。その気持ちでバシ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 向き合っていってくれれば、ある意味こういう向かい合った相手は全員敵だっていう発想って、まさにその今バチバチの相手の石井選手が常にやってることですからね。だからそういうことっていうのを、やっぱり同じチームで本当に率先してやられてる先輩がいるっていうのは、翔選手にとっても本当に恵まれてる環境だなっていう、今のケイオスっていうものがね、って僕は思ったので、ある意味それをやっぱり恩返しというか、こういうことですよねっていうのを、翔選手が石井選手にバチ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 向き合ってやっていく、ことを重ねて、翔選手のレベルとか格っていうのが上がっていくような気がしました。そしてこれをやり続けていくってことは、おそらくベルト争奪の防衛戦の 9.11 後楽園ホールでは、石井選手対翔選手のマッチアップっていうのが多分期待されると思うので、ということは翔選手がベルトを巻くためには、翔選手が勝つためには、石井選手からピンを取らなきゃいけないっていうような場面が多々あると思うんですよ。ある意味石井選手に打ち勝って、ネバーシックスメン
トリーノ、そして G1 出場 C のみたいな流れができれば、これ引き続き翔選手が主役と言ってもおかしくないようなファン環境っていうのが出来上がるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。なのでこれからもこの石井選手対翔選手はちょっとバチバチ期待したいなっていうところでございます。はい、で次の試合行きましょう。次が第3試合ですね。本体対鈴木軍の戦いでございますっていうところで、ここの見どころでいくとですね、まあ、一つで絞らせていただくと、あの同期選手の同期ボムが炸裂しましたよねっていうところで、思いっきりヘビー級の選手、あの本間選手とザック選手が確かリング内で戦ってたので、棚橋さん、イブスさん、小島さん、そしてあのゲブリエル・キッド選手もいらっしゃって、そこに対して同期選手がバーンと飛んでいきましたよっていうので、まさかね、こういった地方の地方と言っていいのかどうかですけど、こういった大会でまさか同期ボムが見れるなんてっていうのは僕驚きましたね。そしてあの技かまして、あのヘビー級ですよね、その3人、小島選手、田中選手、井口選手、ヘビー級の選手はそれ食らっても試合終わった後も動けなかったですからね。とんでもねえ威力なんだなと思って、だからそれはやっぱり同期選手やっぱやった価値はあったなっていうところが一つと、もう一つがこれぜひワールド、あのご契約されてる方は見直していただきたいんですけど、その同期ボムをかました時の同期選手なんですけど、結構もろに背中から落ちてるんですよ、フロアに。あれ、これ結構な勢いで、なんかクッションというかがっつりバチ当たりして、あの受け止められてなかったというかですね、結構みんな吹っ飛んでたんですけど、その吹っ飛んだ衝撃で誰もこの同期選手のクッションに慣れた選手がいなかったんじゃないかなっていうところで、同期選手のダメージが相当心配でしたよっていうような落ち具合でしたっていうところでですね、はい。なのでぜひちょっと気になる方はぜひ見直していただければなと思っております。まさか同期ボムがこんなところで見れるなんてっていう、あの驚きの報告でした。はい、で次第4試合ですね。第4試合がロスインゴ対バレットクラブっていうところでございますね。はい、これでね、あのやっぱりこれ昨日私のツイッターのフォロワーさんもおっしゃってた方がいらっしゃったんですけど、あの二冠王者っていうような表現ではなくて、内藤選手のことを、同時体感者っていうような言い回しに変わってましたね、あら、やっぱり、だから今後やっぱり二冠戦っていうような言い回しではなくて、同時体感者っていう形なので、IWGP ヘビーはヘビーの防衛戦、インターコンチはインターコンチの防衛戦っていうのがきっと行われていくんだろうなっていうのが、多分こういったところでもなんとなく予見されるかなっていうところでございましたっていうところですね。ほんでこの試合のところでいくと、いくつか見どころがあって、僕トータルして言うと、裕次郎選手がものすごい好調でしたよねと。やっぱり昨日の試合後とかに、あの G1 俺出るぞみたいな発言がね、あの G1 参戦アピールしてるようなことがあったと思うんですけども、やっぱりそれを言うためには、それなりの発言とか、それこそリング上のあの活躍とか行動が伴ってなきゃいけないっていうのがもちろんのことだと思うんですけど、あの結構いい動きしてましたね。やっぱりあの高木選手とのマッチアップが今日あのいくつかあったんですけど、その高木選手を翻弄するシーンとかっていうのもありましたからね。あのバックの取り合いからまさか指を噛むとかっていう、あのあれって結構裕次郎選手が試合の序盤とかに相手に対してペースを握るためにやるあの技というか、あのフローだったりすると思うんですけど、ああいったま試合の中盤終盤にかけてのあのやり取りの中で、あの有効に使っていくとは思わなかったですね。だからある意味本当に裕次郎選手今あのまあ対岡田戦っていうのがもう一旦落ち着いてる中で、やっぱりそこに対しては G1 をアピールする自分自身っていうのも含めてですね、次の目標上へのステップアップに対してのなんて言うんだろうな、あの狙っていく姿勢っていうのがそのリング上の動きからも感じることができたので、これは大いに期待できるなっていうところですね、 G1 参戦っていうところで、でもう一つここの試合での見どころっていうのが、今度は高木選手なんですけど、これねちょっとね具体的なポイント忘れちゃったんですけど、高木選手が結構中盤ぐらいまでかけて捕まってたんですよ、珍しく。やっぱりまあ内藤さん、真田さん、
高木さんっていらっしゃる中でいくと、やっぱり誰かがね、集中砲火を受けざるを得ないっていう中で、今日のターゲットは高木さんだったんだなっていうふうに見てたんですけど、高木さんがやられそうになって、で、コーナーの内藤さんにタッチしようと思うんですけど、なかなかできないっていうシーンがあったんですけど、うん。そこで、イービル選手が出てきて、あ、これはちょっと高木さんまた捕まってしまうのかなと思ったんですけど、そのイーヴィル選手に対して一発バチコーンってかまして、あの内藤さんにタッチしたんですね。なんかそういった動きとか見て、ある意味これ高木さんひょっとしたらわざとバレットクラブを引き寄せたんじゃないかなってちょっと僕思っちゃいましたね。ちょっとあまりにも自分が集中砲火でやられすぎたから、ちょっと気に食わなかったんじゃないかなっていう、高木さんの中にあるやっぱジャイアン気質なところが出てきて、どうにか一発かまさんと俺はタッチせえへんぞみたいな気持ちっていう負けず嫌いなところが出て、そしてその相手がちょうどたまたま後ろから来たイーヴィル選手だったみたいなシーンがあってですね、おー高木さんさすがだなって僕はそのシーンを見て思いました。ぜひちょっとこれ見直していただければなって私は思っておりますというところですね。はい。次、セミファイナル5試合目です。IWGP ジュニアタッグ、リーグ王座決定戦というところのセミファイナルですね。これ先ほどお伝えしたあれです。鈴木軍対バレットクラブの戦いっていう中で、本当にこれね、悪対悪、悪い奴らの戦いっていう中でですね、どちらの悪が優勢なのか、どちらの悪がイニシアチブを取っていくのかっていう目線とかで僕見てたんですけど、本当に奪い合いっていうか、改めて、ゲドーさんすごいなっていうふうに僕は思いましたね。特に序盤とか、デスペラード選手、エル・デスペラード選手が、ここ最近の活躍ぶりとかを見ててよ、リング上、リング外、SNS 上、バックステージのコメント含めての、デスペラード選手が、ここまで翻弄されることがあるのかっていうぐらい、やられてましたよね、序盤。ゲドー選手からの、革のベルト、レザーベルトでバチコンバチコン、しばき回られるっていうシーンもあったりして、ゲドー選手がデスペラード選手の背中をバチコンをしばいて、イエスイエスって言って、とんでもねえなっちゅう話でね。そしてその後、その、ベルトで縛いた背中を引っかいてましたからね。これはすごいぞ。もう技という技はないんですけど、本当に相手にとって嫌だし、見てる者にとっても、いやーきつい痛えっていうのが伝わる。やっぱそういう、なんていうのかな、サイコロジーの持っていき方っていう、その技の運びっていうのは、ゲドー選手すげえなっていう風に、思った次第ですね。特に金丸選手がディープインパクトをかまそうと思って飛んでくるところを急所打ちで捕まえる。そしてその後の金丸選手がビヨーンって跳ねて飛んでいくっていうところ。まあ、金丸選手のバンプも、もう当然すごかったんですけど、ゲドー選手、まあ、最終的には、負けてしまったんですけど、今日もバレットクラブ勢は。負けてしまったんですけど、なんて言うんだろうな、本当に負けてあっぱれゲドー選手さすがっていうようなところで、もう実況のライガーさんもミラノさんももう勉強になりましたのオンパレードでしたよね。本当にだから本当に今後ヒールファイトをやっていきたいって思う選手からしても、この試合に関してはものすごくためになるシーンっていうのが多かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからある意味ファンの目線から見てももちろん楽しめたんですけど、なんて言うんだろうな、楽屋受けっていうんですかね、お笑い芸人でいうところの楽屋受けとか楽屋評価が高い試合って、多分こういう試合のことを言うんだろうなっていうふうに僕は思った次第です。何回でも見直したくなる試合、何回でも見直して自分の身のため勉強のためにしたいぞっていう選手きっと多かったんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。はい。そして今日のメイン、ジュニアタッグリーグ決定戦で本体組対ロスインゴ組というところで、こちら勝ったのはロスインゴ高橋忍選手&プシ選手組っていうところで、これで唯一の4点でも、ほぼほぼ、公式戦が3試合しか組まれてない中で、その中で2勝すでに取ってますので、ほぼほぼこれもロスインゴこの2人に関しては、まあ優勝決定戦進出は間違いないんじゃないかなと。あとは全勝していけるかどうかっていうところですよね。他のチームがもう逆に言えばもう全勝してるチームないので、マックスでも2勝1敗なわけですよ。だからこれは
もうよっぽどのことがない限り、ロス戦国組行くんじゃないかなと。多分ほら、直接対決をして、勝ってるチームのが優勢みたいな考え方あるじゃないですか、同点の場合。そうなってきた時に、どこなんだろうな、金丸デスペ組と、このヒロム武士組がどうなってくるのかっていうところっすよね。正直僕、優勝決定戦に関しては、鈴木軍と、ロスインゴが出てくるだろうなっていうふうに僕は睨んで、で、ロスインゴチームが多分優勝するっていうふうに僕は予想はしてるんですけど、でもまあ、本体チームもちょっと侮れないっすよね、今日の試合を見てて。まあ、勝ったのはロスインゴチームっていうところで、まあ、チームワーク、結束力の魚っていうのがもう、すごい俯瞰で見た意見だったりするんですけど、やっぱり監督がすごい良かった。監督が引き続き好調アピールというか、やっぱこういう、ジュニアタッグの、やっぱり名手なんだなっていうのは、やっぱ昨日の試合に引き続いて、田口監督の動きっぷりにも感心した次第であります。すごかったっすよね。まあまあ、残念ながら、ね、負けてしまったわけなんですけど、今日負けたのはワト選手だったんですけど、本当に監督の、なんて言うんだろうな、まだまだ監督って一線級で、やっぱり対ジュニアっていうところに関していくと、こんなに強さを発揮できるんだっていうところ。やっぱりアンクルにこだわる姿とか見てても、あれシングルだったら分かんなかったぞって僕思いましたね。本当に。まあちょっと今ね、こういった環境下の中で、スーパージュニアっていうのが行われるのかどうなのか。まあ今のところもスケジュールからはもう中止っていう形で発表されて、いるんですけど、やっぱりその中で、やっぱりジュニアでね、光る、いつでも俺はいけますせっていう感覚を、僕は田口選手の試合ぶりと好調さから、見させてもらった次第ですね。本当に元気いいっすね。まあまあ、まだ年齢も40ぐらいっていうところで、まだまだ動けますからね、田口さんからしても。すごい良かったと思いました。はい。そして、もう一個気になるところでいくと、やっぱりあれですよね。勝った後のヒロム選手の、リング上のマイク、そしてバックステージのコメントっていうところで、ワト選手への痛烈なる激、メッセージっていうのは込められてましたね。もう、要約すると、いつまでそんな年老いた人間に、はいはい言うこと聞いてんだよって。やっぱお前の言葉で言いたいこと主張しねえと、俺には伝わってこねえぞ、俺には覚えてもらえねえぞっていう形。あと気になったのが、ミサイルで帰ってくると思ったら、そんなマスターワトとかグランドマスター目指すものみたいなのに帰ってきやがってみたいな。なんか今のキャラクターに対しての、ワト選手のキャラクターに対しての、苦言っていうのも言ってましたよね。これはちょっと、すごい気になるところですよね、っていうところで。まあすごくメキシコで活躍してたワト選手もずっと気にかけてたんでしょう。きっとヒロム選手からするとね。で、そんな気にかけてた選手が、今の感じ。ワト選手の感じを見てて、いいんかそのままでっていうところ。っていうのがメッセージでしたね。まあ、ある意味、このメッセージってヒロム選手からのね、本音ではあると思うんですけど、やっぱり見てるファンからしても、同じような思いを持ってる人多いんじゃないかなっていうところですね。まあ、今はしっかり監督から学ぶこと学んで、天山さんから学ぶこと学んで、全然いいと思うんですけど、やっぱりいつまででもその本体の一ジュニアとしてやっていくのかってなると、まあいつかは卒業することがあるんだろうなっていう風に思ったりはするんですけど、だからといってこれ言われたからっつってね、すぐに本体抜けました、じゃあどこ行きますかっていうような節操がないようなことをしてもつまらんなと。ある意味ワト選手としては、いやいやそれでも俺はこうやるんだ、あーヒロム選手がそう言われたら俺はじゃああっちの道行っちゃおうかなみたいな、そういうようなね、ワト選手の、まあ、真意主張っていうところに関しては、引き続きこれはヒロム選手同様期待したいなっていうところ、と思いますね。本当に何度も言いますけど、潜在能力そして身体能力に関してはとんでもなくいいもん持ってますし、何よりまだ23歳っていうところで、どうにでも変われますからこれから、ある意味真逆のファイトスタイルに変えることも全然可能な年齢ですからね。そうなってきた時に、ワト選手のこれからの将来っていうのは無限大なんで、ある意味ですよ。ある意味、ヒロム選手がそう言ってたとしても、ノン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 、俺、本体、田口さん、天山さん、そしてゴールデンエース、
からいろんなものを吸収したい、本体で俺頑張るみたいな意思があれば、もう要は意思なんですよ、意思、ワト選手の。それがあれば本体でもロスインゴでも鈴木軍でもバレットグラウンドでもまたね、あのメキシコ行くでもいいんですよ。自分自身の意思、主張を見せてほしいっていうのが僕がワト選手にかける期待かなっていうところですね。はい、っていうところで今日の振り返りは以上という形になります。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのはですね、直接どしとぶつけていただければちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。